これ、あ、待て、めっちゃすごいセクシーなポスターやで。これ見て、このお尻。そう、俺の好きなお尻っていうのはこういうの、こういう大きさね、こういう形、素晴らしく鍛え上げられてんな。いや、すごいポスター。この先いますね。失礼します、ソーリー。誰もいないよ。うわ、怖っ。スルーできた。いけたいけたいけた。歩いとったら大丈夫なんや。歩くとスルーできる、実証されましたね。そのアウターを脱ぐんだ、エイダ。話は終わってないぞ。アウターを脱げ、マービン。マーヴィン、おい、マジかよ。Oh, no.嘘やろ、マービン。人思いにやってやろう。バイバイってしてる。バイバイ。ちょっと待ってよ、こんな密室でそれ分かっていたいよ。お母さん死んじゃう。ガスボンベ来た。よっしゃー。おーおーおー、臭い臭い臭い。こんがり焼けました。ついに顔が、めっちゃ美人やな。お、脱いだ。めっちゃむっちりしてる。すごい。肌の質感半端なく良くない。やばい、エロいわ。逃げられるものない。見て、この胸元に黒いリボン。これ素晴らしいな。あ、リアルやな。この隙間ちょっと見える感じとか、背中のこの、あ、見えそう。すごい、この何やろ、このお腹のちょっとね、ピチッとしちゃってる感じ、最高にたまらんな。よし、とりあえずやろう。早く早く早く、来てるって。やばいやばいやばい、急げ。いっけ。おお、すごいスリム。出るとこ出て。館内に返却をしてください。多分無理ね。ほんま、タイツちょっとぐらい溶けてくれてもいいのにな。お、レオン目が覚めた。エイダ、いい匂いだ。お尻プリプリ、ほんまに。レオン表クリアして、いえ、レオンの表だけクリアして、今、クレアの表に入ってます。今、レオンのこと、レモン、いや、レモンって言った、俺。マジで？そんな間違いある？レオンの、滑舌悪かっただけかも。レオン。失礼しました、タイラントさん。申し訳ない、見間違いです。こちらよ、バーキンさん。クレアのプリプリなお尻がお望みなんだろう。皆さん的にクレアの、いや、お尻いいですね。最高です、マジで。今までもあれゴールドに見えて、ゴーグルゴーグルってね、ゴールドじゃなかったやろうな。元気な時は滑舌。まあまあまあ、まだまち、まだましですね。ここまでひどくはないわ、ほんまに。豆腐、また綺麗になりましたよ。見てください、この階段を登る時のこの波打つ具合ね。波打ち、噛んだ。波打ち加減や。ナイフ！しばくぞ！俺はクリアする。この回で終わらせるぞ。噛んだ。終わらせるぞ。あと一本。奥の方、ノーダメージクリアいただきます。うわ、なんでやねん。きつい。くそ、ノーダメージクリアが、フラグ回収しちゃった。バイタカタ、こんばんは。 This is pudding. Yes, this is pudding. I like pudding very much. ハリボーズ、まあ
ダメ元で一発打ってみよう。あ、いけんじゃん、いけんじゃん。どうだい、これが新しい育毛治療だよ。細かいな、細かいな言われた。突っ込まれたで。パーマになりますように。どてどてどて、プリン様のお通りだ。どうきな。私に触れようたってそうはさせんよ。雨に濡れたクレアの脇、わかる。クレアの脇ほんまいいよな。あとね、この前から見た時のこの何、胸と腕の境目、大胸筋の円の部分、最高に。ここはもう一回通るんで処理しておきます。噛んだ。もう一回通るんで処理しておきます。お尻のコメントしてる時点でみんな変な人。ブロックせなあかん人山のようにおるやん。自分もか。いや、尻のラインほんまたまらんな、これ。ゴーゴー。ちなみにこのね、視聴令嬢の履いてるパンツ白色なんですよ。で、赤のタンクトップを着たゾンビも同じ色のパンツ履いてるんですよね。これ、隙間から見えるのわかります？なかなか難しいんやけどな、この調整が。ほら、これ、白で確定ですよね。色ないですか？タンクトップのゾンビのパンツが一緒やっていう話をさせてもらいましたけど、これですね。こう見ていただいたらわかるかなと思うんですけど、ちょっと見えにくいな。あ、これ、この辺からも見えるんですけど、わかります？多分ね、あ、ここ、ここ、視聴令嬢と同じパンツ履いてるんですよ。だから、ラクーンシティではこの柄のパンツが流行ってるんかなって感じです。尻見たさでクレアの方が、ロッチェ、じゃあ、シリ言うてもた。シリアって言いそうになったわ。クレアにしましょうか、明日は。このアングルがいい。いや、バイオハザードって、こんなにしんどいねんな。ここ開けて。アネット、早く、俺とおしゃべりしよう。これはスクワットをしながらプロポーズする人だわ。ありやな。なんか、夜景の綺麗なとことか、高いレストラン予約して、彼女の前で急にスクワットしだして、100回目ぐらいで、俺と結婚してくださいみたいな。絶対成功するやろ、それ。最後来た！ラストスパート！今スクワット何回？こっちへ。行った！クリアしたぞ！やりきった！これが本当のノーキープレイヤー。どうや？いやー、相変わらずお尻ええな。それ以上近づかないで。おっぱいフェチですか？いや、お尻ですね。まあ、何でも好きですけど。ただ93まで太ったはいいんですけど、体脂肪率 36% とかなんて、もはやただのデブやったんですよ。大成功。まあ、今回のクレア、ねえ、パンツなんでこう覗けないっていうのがちょっと残念なところではあるんですけど、あ、まあこういう楽しみ方ができるか。まあ、ということで、ミニマリストを取るとこういう楽しみ方ができるんで、ぜひ皆さん頑張って取得を目指してください。サブマシンガン使えへんよ。スパショ、あ、ロテラ今やったな。ちゃう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 、捨てて。抜けろ。ナイス。ショットガンがどっかになかったかな。おう、ショットガン捨てとった。マジ？待って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 、落ち着いていこう。もう一匹バックパッカー。あ、これ噛まれて振りほどきで落とすやろ。何が手に入る？スパークショット5匹。お、いける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 。待って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 、回復して。ちょっと待ってよ、ほんまに、ほんまに待って。
いや、ゴーク、おい、ほんまに、よっしゃ、いった、やったぞ、俺は寝込みに来たんちゃう、これいや、危ねえ、いけた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 、いや、やり遂げたぞ、俺はほんまに頑張ったわ。いった ?60 発以上使ってへんよな。ショットガン捨てたけどクリアできた。やりきった。よっしゃー、来ました、アクセサリー、猫耳、無限弾薬。やったぜ。いやー、いったわ。最後ほんまドキドキでしたね。あー、緊張した。じゃあ、やった。今日令嬢に猫、あー、かわいい、やだかわいい、耳ぴょこぴょこしてるで。姿勢悪い人最近なんやっけ、ティラミスみたいな名前のやつ流行ってるじゃないですか。何やったかなあれ、ちょっと高いんですけど、ポーズでピラティスやって、ほんまにティラミスみたいな名前の、ああいうの言ったらいいと思いますよ。あれ姿勢よう治ると思うんで。ここノーミスで行ったら今んとこシューって抜けられるらしいんですよ。今ハードコアディフィカルティしますか？ No. This difficulty is standard. I'm try. はい、また。やばいわ。ちょっとマービンのこの無表情の中に俺は表情を見つけられるように。感動った、めっちゃ。ナッパありました、ごめんなさい、足音してんな。ちょいった、マジかよ、タイランドおったし、ここのドア開けてこうへんのや。ちょ待って、出られへん待って、棒立ちやねんけどこいつ。でも、筋肉してんな。二頭も三頭もまあまあやし、何より三角筋の張りが、うわぜ、やば、死ぬ。なんかレオンバグってるよな。どういう状況よ。あ、こっから、ちょっとタイラントダッシュ。タイラントダッシュちゃう。タイラントラッシュやな。どうしよう。はい。いきます。マジでやばい、これほんまにどうかしてるわ。もうこの BGM がやばい、ほんまにシュッシュシュッシュ言ってほしい。やばい、肉食われてる。これちっちゃい子見たらトラウマなるでな。やば、 BGM おかしない？これあれかな、エイダの着信音かな、トーマス着信音にしてる感じ。あ、リシュールやば。エイダ、トーマス好きやったんか。子供でも買ってるんかな。子供買ってるはおかしいな。子供、ちょっと、クリスの目が死んでるよ。あ、これ、霊状のパンツ見えるんじゃないか。お前が、マジ？アナウンスお前がしてたん？口めっちゃ動いてたで今。めっちゃ喋るやん。なんか目おかしいよな。顔また変わってんねんけど。私を信じる。信じちゃいかんねよ。Trust me?顔やばい、ほんまに。絶対キスしたくない。やばい、どんどんおかしなってる。下唇にえらい口内炎できてんで。やばい。すげえ出来もできてるけど。映らん、大丈夫。今、顎外れたような。顎外れてない。やばい。うわぁ。こん時の顔は普通や。そういればがずれたみたいになっとるかな。
gotta see this through. 何何？あ、怖っ。え、これどういう状況？シェリーの目ん玉？シェリーの中側がちょっと見ちゃってんねんけど。なかなか立派な目ん玉してんな。コラーゲン多そうやわ。またシェリーのコラーゲン食べたい方いません？大丈夫？リッカーちゃん人形。リッカーちゃん人形ええな。まあ、リッカーにいろんなお洋服着させたり、餌やりしたりするんでしょう。お前、リッカーちゃん人形めっちゃいいやん。リッカー裸やからな、服着させたらな。皮膚からあげないと。あ、まあ、リッカーちゃん人形に皮膚をつけないといけないから、私の指の皮剥いてもいい？みたいな。サイコパスかな。効果交換だ。このパンツの代償、パンツじゃねえ。このパンチの代償は高くつくぞ。